餌のガンガゼウニをちょっと切っていきたいと思います。このトゲトゲがですね、ちょっとあると針にかかりにくいので、綺麗に丸坊主にしてあげたいと思います。こんなちっちゃかったらですね、餌取りとかでおったらもう一発でやられるから、こういう大きいのとダブルでですね、あと餌取り対策でですね、上の方のトゲは切らないで下だけを切ってですね、ガゼとガゼが離れないようにしてみたいと思います。ここをカットしたらウニ通しで真ん中を貫いて、針が刺さる方の方をちっちゃいやつにして、同じくど真ん中を刺す。あとはですね、ここの先っちょのこの部分に針の上の管を通して、あとは上から落とせば、で刺さってない場合はですね、ハサミなどでこう叩いて、この状態ですね。でこれでもずれたりする場合はですね、糸巻きしたりとかゴムで留めたりとかする。まあとりあえずこのまま一回やってみましょう。おっと、惜しいね。今ちょっと抑え込んだな。あ、いきそう。いけいけ。もうこのまま置き座していこう。まだ餌は残っとるはず。芯は絶対残っとるはず。なんやろね、あの感じ。ガキかな。時間かかりようけん、まずブダイとかカンダイ、イラとはちょっと違うもんね。やっぱそれで抑え込まんけん、石台でもないけん、やっぱり犯人はガキなのかな。ちっちゃいガキがおるっちゃろな。すばりになっちゃったかな。あー、すばりになっとることはね。ちょっと打ち返してみましょう。この石台のリールっていうのはですね、あのラインローラーがついてないけん、親指でこんな感じで右左みたいにこうで指定感と同じとこばっかりでコブみたいになってしまうけんですね。まあこれはちょっと慣れが必要ですね。さあ、あー、完璧、すばりになってワカメがついてきました。さあ、おっと、ちょっとこれは石物系やな。ちょっと すぐ入れ替えましょう。同じところに投げましょうね。サミングしとかんとバックラッシュします、あとは海底まで。こんな感じ、今押さえとられたけバックラッシュしております。ああ悪い見本ですね。このラインはですね、ファズムのヤマト24号という糸ですね。福江在住の石田名人の橋本さん監修された最強の糸です。もう当たりが出てますね。やっぱりガキがいますね。
よし。お、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 あ、もう入ったのこれ。あ、いや、離した。この野郎。乗りました。あー、ちっちゃなガキでしょうね。お、でもちょっと引きよんの。あー、やっぱガキですね、こりゃ。でも、一匹一匹。貴重な、貴重な。あら、抜けた！うっそー。あ、やっぱりかかりが悪かったってな。やっちゃいましたね。やっちゃいました。マジかー。しょぼいしょぼい。また来ましたよ。今度は取らないか。さっきはね、まさかあれで外すと思えた。ちょっと針がでかかったけんですね。どっかかかりどころが悪かったんでしょうね。これはもうちょっと慎重にしっかり寄せて取り込みたいと思います。おお、よう引く場合。ああ、手頃食べ頃の石垣ですね。1キロぐらいのやつですね。ありがとう、いただきます。おお、地獄にちゃんと通っとんね。殺菌とと違うわいの。よっしゃ。石垣大です。